じゃあやりますか。はい、久しぶりですねこの感じ。お沙汰してます、うん、ね。あれ年明けてから会ってないんだっけ。会ってないっすよ。会ってないか、うん、去年が最後か。最後ですね。いやーまあね大変な世の中ですね。うん、ちょっと久しぶりにね、元老院正月元老院ではない本物の元老院議会を招集しまして、ちょっとどうしようかと。元老院がこれで取れるなら俺は毎度この方が楽なんだけど。ちょっとね、今の状況的にね、我々としてもコロナ対応をね、迫られている状況ですと。すね、まあちょっと今、やってるね、働く UFO を取ることができなくて。はい。まあね、ガミだけだからね、うちに来てさ、特にね、外にご飯とかにも行かずに。うん。うん、働く UFO やるだけだったらまあリスクは低いよねとは思うけど、とはいえね、うん、ちょっと念のためね、不要不急なんですかって言われたら全然違いますっていうねそうね、全く友達ん家に遊び行ってるだけだからね。まあちょっとここはね、なんかまた別のね、新しいことをやるチャンスというふうにね捉えてね、はい、なんかできる、今リモート収録は考えましたよ。うん、そうね。いっぱい。うん。なんか、今だからこそできることはないのかっていうのでね、ちょっと、そうそうそう、打ち合わせをしようっつって、うん、今、通話をね、うん、議員がね、揃ってるわけですけども、元老院議員が。まずお互い、ディスコードの使い方から分かる。そこはもういいじゃないですか。どうやって喋るんだっつって。企画会議ということで。企画、はい。うん、いいですね。企画会議、かっこいい。考えてきた？考えてきたよ、いっぱい。いっぱい？いっぱい。どれか当たればいいなと思う。じゃあ、ちょっと、有力なやつから言ってもらっていいですか？え、俺の案から発表でいいのかい？ああ。え、何案ぐらいあるの？え、俺はね、今書き出してあるけど、7案あるね。おお、いいなおお、いいな俺、2案です。あれじゃあ、少ないな。ガミが3案いって、俺が1案いって、ガミがもう4案いって、俺が1案いって終わりにしようか。そうしようか。じゃあ、どっち ?2、3、4。じゃあ、ちょっと俺先に4案いっていいかい？いいよ。好きなだけいっていいですよ。まあ、これはね、先の4案はリモートならではっていうものではないんだけど、あ、単純に隣同士で2人でやっても変わらない2人プレイとか、まあ、単純に1人助手席っていうやつで、それは2人ローカルで会えるときにやればいいんじゃないですか。じゃあ4案終わりと。ネットでも取れるっていう。嘘嘘、聞きますよ。まずは、スイッチオンラインでさ、うん、ファミコンとスーファミできるじゃない？できますね。で、あれ、オンライン繋いで、フレンドと一緒にできるんですよ。うん、ああ。そうなんだ。単純にそれで、そうなのよ。カービィとか、うん、スターフォックスとか、あ、スターフォックスが二人でできるか知らないけど。セスナの見切り？そう。もできるしね。セスナの見切りにこだわんなくてもいいんだよ。あれが、そのスーファミがオンラインでできるっていうのは、昔はなかったじゃない。それは、そうですね。うん。が、今、スイッチならではかなと思って、それが一つと、うん、あとは、ヒューマンフォールフラットって知ってる？なんか人間っていうか、なんつうの？そうそうそう。骨骨ロックン的なやつの。くねくねしたやつ。うん。実際やったことないですね。あ、ないんだ。うん。あの手が吸着するようになってるから、うん、あれで壁掴んだりお互い掴んで引っ張り合ったりしてこうステージをクリアしていく。2人プレイできない。2人プレイも可能。謎解きアクションみたいな感じかな。
ん、これヒューマンフォールフラットがどういうゲームかはね、あの調べていただいて。いや面白いですよ、うん、僕はやったことあります。まあ案ということでね。そうそうそう、うん、でまあ2人プレイはこれかな、うん、あと1人プレイとしては昔やったけど、はいはいはい、あのズームで画面共有とかもできるからやりましたね、あの、うん、生配信をやってた頃ですね。そうです、栄冠ナイン、栄冠ナインやりましたね。で今パワープロ2020にも栄冠ナインあるんで、あ、本当に栄冠ナインをやろうってこと。そうだよ。だって2018でやったじゃないですか。やったっけ、やってボツったじゃないですか。そうだ、やったわ。え、じゃあもう潰れたな。多分同じことの繰り返しですよ。なるほどね。じゃあもう一案はマリオメーカーかな。マリオメーカー、マリオメーカー、ー確かオタクにも なかったですけど、2です。いや、うち多分ないんじゃないかな。あ、ないんだっけ、珍しいね。うちの奥さんが買ってるかどうかっていう話ですけど、やってるところを見たことない気がするな。うん、あ、そうなんだ、うん。ないと思うよ、うちは。したら、まあ、あの、まあ、これはじゃあやるってなったらでいいんだけど、うん、お互いがお互いの難易度に合わせてステージを作るとかね。あー、これは、マリオメーカーってあれだよね。人が自由にマリオのコースを作れるっていうゲームですよね。そう、そう、そうです。だから、オンライン、まあオンラインじゃなくても別にできるのか。俺作ったよって言ってこう、ね、持ってきてくれてもいいのか。まあそっちの方がいいかもね。うん、やるんだったら、ね。例えばこれで、なんかお互い、うん、じゃあ相手を殺す、デスさせる数の目標を例えば決めてさ。じゃあ20デス目標で俺は稲葉にやらせるステージ作って、うん、稲葉は俺にやらせるステージを作って、でその20デスに近い方が勝ちとかさ。逆にさ、それだったらさ、うん、2人いない方がいいんじゃん。ラミが作ったコースをやるって言って俺1人でやった方が動画としてはなんか、そうね、どうなんだろう。いると横から口出ししちゃいそうだからな、うん、いると、そうそうそう、会話しちゃうからね。うん、まあマリオメーカーね、うん、ね、でいくつか続けていけばさ、うん、なんかお互いのマリオの絵の慣れが違うじゃない、結構やっぱり絵の慣れ、俺の方が多分マリオは上手いから。まあそうでしょうね。そしたら同じ二重ですね、もう俺はなるべく簡単ゲなステージを作って、稲葉は難しいステージを作ってとかで、うん、バランスが難しそうだね。メリハリは出るかな、うん、っていうのが僕の案ですね。うん、なるほど。4つ、4つ、本命3つはちょっと後ろに取っとこうかな。そうね。あ、まあね。まあオフラインでやれるゲームは別に今頑張ってやってなんかちょっとふわっとした感じになっちゃうよりは落ち着いた後にねやった方がいいんじゃないかなっていう風に思うけどね。うん。そういう意味でね、オンラインのマルチプレイならではのゲームを遊んだ方がいいんじゃないかなというのがあって、一つ目の案としてはですね、うん、以前あの単発でやったスターデューバレー、ああ、はいはいはい、あれのマルチプレイが、あれ単発でやった時は確かまだ対応してなかったはずなんですけど、できるようになったと、そうだね、いうので、はいはい、スターデューバレーとか、どうかなって思ったけど、やっぱ。これは今すごい惹かれてるけど。あれ、配信でやったんですよね、ガミさんはね。僕はやりましたね、パソコン版を。マルチプレイ、難しそうだよね、動画でやるのね。まあね、それは間違いない。楽しいのは、楽しいのも間違いなさそうだけど。村の村人、CPU たちとの交流とかを。うん。やるわけじゃないですか。はい。二人いるとねっていう。あれ、好感度は二人別々になるのかな、二人プレイだと。わかんない。それのね、このキャラは稲葉にみたいな。うん。いや、仕様はわかんないんだまだ。どっちかがさ、多分メインになって、うん、
で、ね、畑作りをやるよっていう時にこう小作人としてもう一人が登場する感じなのかなって思ってるんですけど、ただあれって多分あんま終わりがないタイプのゲームじゃないですか。ないないよね、まあ、区切りつけるなら結婚までとか子供ができるまでとか、いろいろイベントがあるんだよね、このライフステージによってね。ちょっとね、俺あんまどうする森という終わらないゲームをすでに持ってるんで、ガミメインで俺小作人っていうのはどうかなとか思ってるんですけど、すごい惹かれてるけどね、やりたいけど、俺ちょっとデート行ってくるからちょっと夜までに畑作っとけよみたいな。そう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 、ガミがそのなんつうんですか、地主というか、うん、雇ってる。こう、こう思ってしね。っていうのはありですかね。うん。ちょっとスイッチ版でやるのか、あの、PC 版スチームのやつでやるのか、とか、ありますけどね、うん。オンラインならではのゲームを遊ぶってなったら、うん、スターデューバレーは、まあ、伏線も張ってますしね。何年か前にね、うん。候補としてはありかなっていうのは思いました。はいはいはい。っていうのが俺の一案目だね。うん。じゃあ次、ガミさんの話を聞きますか。そうですか。うん。ね、以前、スマホとタブレット撮ったじゃないですか、動画。ガチャガチャ10番勝負のことですか。そう、あれ、あの名作。はいはい、やる？もう一回。ちょっと。違うよ。違うのかい。ログインボーナスをお互いで集めていくか、今から。やだよ、なんでか、やったんだぞ、俺。もう、あれは感心したよ、暇だなって思ったよ。自分の iPhone と iPod でそれぞれ毎日もらっていったんだぞ。12、3ゲーム。僕にはできません。それじゃないの？何？それじゃなくて、いや、うん、そのスマホで撮る環境が残ってるんなら、うん、スマホゲームで、うん、イラストチェイナーっていうお絵かきゲームが、お絵かきゲーム、この間パスパルトやったけど、はい、これ単純にフレンドともできるんですけど、うん、お互いがイラストを描いて、でそれでしりとりをしてって最後に目的の文字にたどり着くみたいな、でちゃんとそうお互いが言った言葉が合ってれば成功っていうゲーム、俺がリンゴ描いて君がゴリラ描いて、俺がラッパって書いたけど、君はそれをラクダと読み取って、だから始まる何かを。ああ、ガミが書いたラッパを、ラクダと俺が読み込んでしまったら、ダメということか。そう。ああ。そう。面白そうですね。そしたら、そのゲームは失敗で。そう。で、これは、まあ、話しながらやるのもありだろうけど、答えさえ言わなきゃね。うん、これはネットならではかなって。まあ、別に隣でやってもいいんですけど。そうね。うん、はい。面白そうですね。でしょ？うん。さすが本命。これ本命です。うん、もう一本本命は、うん、遊び大全、スイッチの。はいはいはい。あれ、ネットでいろんなカードゲームとかさ、ボードゲーム遊べるじゃないですか。たくさんゲームが入ってるやつですよね、世界中のね。そうそうそう、ボードゲームがいっぱい世界中のゲームがあるから、うん、まあ、一パート一ゲーム対戦とかでもありかなとは思って。うん、あれでもオフラインでできる やつだよね。オフラインだとできないゲームも結構あるんですよ。あ、そうなんだ。で、一画面だとさ、ほら、それこそトランプだと相手の手札とか見えちゃうじゃない。そうだね。だオンラインなら全ゲームできるんだけど、オフラインだと縛りがあるから。なるほど。そうそうそう、もともとオンラインでやることを想定して作られてるんですね。そうなんです。どっちの画面使うの？オンライン、君の画面でも、まあ、別にこっちで俺の画面撮ってもいいって。例えば難しい、ね、動画にするときはワイプで、ちっちゃい画面を入れて。簡単に言ってくれるけどね。これ、なるほどね。でもさ、うん、あれは確かに俺も発売された当時、うん、まあ、2人でやるのはありだなって思ったゲームではあるんですけど、そうそう、ワンツースイッチ枠よね。そうなんだよ。ワンツースイッチを彷彿とさせてしまうんで。うん。あれ、何種類ぐらいあるの？ミニゲーム。いっぱいあるよね。タイトルが遊び大全51だから50個あるんですよね。あ、51ありそうですね。
何も考えずに始めちゃうと、多分51種類のゲーム全部やることになっちゃう気がするんだよね。そうね。でもさ、オセロとか入ってんじゃん。ある。オセロをね、俺とガミがやってるところを見て、なんか、どうなんだろうなっていうのはあるじゃないですか。結局さ、ワンツースイッチもさ、うちらがはしゃいでるところが楽しいのであって、動画としてね。そう、うん、そうだね。オセロも角取ったらはしゃげばいいじゃん。いやーなんかこれをやりますっていう風に最初に決めておかないとちょっと遊び対戦難しいのかなって思いますね。なるほど。あと今んところ響いたのはイラストチェイナーだけだ、ね、イラストチェイナー響いてますね一番。あとは単純にマイクラ？ラストワン？ラストワン、ラストワンか。マイクラですか。はい。もうここへ来て説明するまでもないけど。もちろん俺はやったことないんだけど、まあどんなゲームかは知ってるよね。わかるでしょ。うん、手垢の突き尽くしたゲームだけど、いろんな人の。そうね。俺の手垢は全くついてないですけどね。マイクラガミやってたよね、前も。配信でチラッとやったことあるかな。うん、動画にも動画は配信の切り抜きにしたのかな。ただ編集大変でしたねやっぱり。マイクラなんかガミがその、うん、レールをいろいろ敷いてくれるんだったら俺はやってもいいよ。ああなるほど。今日は何をしますみたいなのをこう、うん、テーマを毎回考えてくれるんだ。全乗っかりできるんだったら。そう全乗っかりさせられるほど俺もマイクラ詳しいわけじゃないからな。だから俺が教えるスタイルってことでしょ。そうだね。まあそうなるでしょうね。そこまででは考えると検討させてください。まあすごい自由度の高いゲームだと思うんで、うん、やりようはいくらでもあるんでしょうけどね。うん、まあ、とりあえずなんとなくマイクラっていうだけ、うん、まあ、マイクラテラリア。ああテラリアもいいっすね、うん、テラリアの方がなんか、ね、うちらっていうか俺的にはとっつきやすそうな感じしますけどね。テラリアは二人ともやったことあるもんね。うん、ちょっとね。うん。でもあっちの方が確かに何やってるかは見てて分かりやすいかなとは思う。うん。マイクラより。多分マイクラは俺操作おぼつかないっすよ。ははは。は慣れかな。まあ、でも僕が思いついたのはこんなとこですね。なるほど。はい。いやでもありがたいですね。こんだけ考えてもらえるとね。悩んでた。最後稲葉さんの本命ですか。本命なのかな。本命はどっちかっていうとスターデューバレーかもしれないけど、あまああのマルチプレイでやるタイプのゲーム、はい、オンラインでやるタイプのゲームで、うん、まあやるんだったらっていうの で前々からね僕には夢があってですね、はい、一回やってみたいなと思ってたものがあるんですね。あマリオカート。クイズ。あ、マリオカート。クイズじゃなかったね。Wii のマリオカート。Wii? あの、よくさ、うん、あるじゃないですか。なんかあの、地球みたいなところにさ、自分の Wii がいて、Wii、うん、がいたね。フレンドがこう、さ、うん、ログインっていうか、その参戦してくると、Wii がブーンってくるじゃないですか。うんうん、その地球に増えてくる、ね、そうそうそうキャラがね、Wii が。あれがすげえなんかいいなっていうのが昔からあってすごいやりたいなって思ってたんですよ。2008年ぐらいからあったね。昔から2位からだもんね。ネットでそうだよね。あの画面は多分あのスイッチのやつとかではないですよね。マリオカート8では。いや変わってないと思いますよ。あ本当にあの地球、そう地球の上に集まってきてステージ選ばれてっていうスタイルは変わってないんじゃないかな。そうなの、まあ、多少 UI とかは変わってるかもしれないけど。でも俺は Wii のがやりてえんだよ。それ俺 Wii 買いたからな。ないんすか Wii。 Wii ないっすよ。え、マジで実家探せばあるかもぐらい。キッズかよ。おいキッズじゃねえよ。そうですか。 Wii 持ってるのがもはやおっさんですよ。最初一人だけで始まって、俺が。で、うん、ちょっとコロナ禍だし、
マリオカートとかやりてえなってこうつぶやいてて、でも今更 Wii のマリオカートなんてやってる人いないよねって言ってると、ガミがここにいるぞって言ってブーンって入ってくる。茶バカ。そこがやりたい。レースはしなくていい。反発で終わりだよ。レースはもうどうでもいいからそこだけやりたいです。稲葉ばかりやりたいですね。そこだけ取るかい。そこだけを取るために買ってもらえねえか。まあ冗談ですけどね、それはね。マリオカートいいって多分まだ高いよ。本当に？多分。結構なんかマリオカートとかマリオ系は全然値下がりしないイメージありますね。俺、でもね、買ったんですよ。今週。買ったの？マリオカートの上に。ブックオフで1500円だったかな。高いじゃん。ああ、それを高いと申すか。だからレトロゲー1500円は相当じゃない。いやでも本当に高いやつはね、まあ、結構しますからね。2万円ぐらいしますからね。箱付き説明書、ね、プレミアついてるやつでしょ、うん、メダロットとかね。まあまあまあ、どっちかっていうとスターデューバレーですかね、僕の推しは。なるほど、出尽くしましたかね。出尽くしたね。でもそれぞれの思いのこもった案だよね。いいよね、なんかこういうの。やってこなかったじゃない、打ち合わせとか。企画会議やってこなかった。それは確かに、これは初めてかも、10年以上やってて。そうだよね、西見野で次何しよっかみたいな打ち合わせを、うん、全然しないじゃないですか、我々。ほぼないですね。ほぼ8割以上稲葉が決めて、まあ、俺なんかゲーム持ってくるぐらいですか。まあね、うん、お互いなんか自分の中でこう、決めて、それをあの集まる日に当日こう持ってくるっていう感じだから、うん、そうね、そういうのはない、ね、そのスタイルしかなかったから、なんか一緒に作ってる感じするよね。うん、分かる。なんか会議室集まってホワイトボードに案書き出してみたいな。そうね。あ、まあこんなもんですかね、動画的にはね。こんなもんですかね、うん、早くね、収束してね、集まって、また UFO で働けるようにね、なるといいですね。うん。うん。働く UFO やりたいね。働く UFO やりたいよね、早く、ね。すごいやりたいんだよ。うん。働きたくてしょうがないんだけどね。ほんとだよ。店員さん可愛いしね。うん。まあ、もろもろ収まったらね、やりましょう。うん。やりましょう、続きを。じゃあ、はい、ちょっと、いろいろ案は出てきたんだよ。これから裏で本当にガチの打ち合わせをやるということで。動画は一旦ここで終わりにしましょうか。動画向けのブレインストーミングかな。ブレインストーミングにもなってないね。はい。何も上がらなかったりしてね。可能性は、ありますけどね。あります。ありますね。ゴブゴブですね。うん、まあじゃあ一旦、あれと。はい。はい、お疲れ様でした。うん、視聴者の皆様もお体にはお気をつけて。